束縛、正義、暴力、卑劣、依存、悲哀、虚妄、睡眠、悲虐、それぞれの欲望にとらわれた者たち。ヨーロッパ世界の新年齢、僕がお前たちの人生だ。あなたの刺激的。人形たちの壊れた叫び声がこだまする。恐れることはない。欲望がたがえど願うはただ一つ、作者の復活なのだから。もはや後戻りはできません。それに気づくのはいつも手遅れになっていたらです。束縛のアリス、正義のスノー。この現実から逃げはしない。選択したのは自分自身だから。その欲望を見せてください。その覚悟を広げてください。その展望を探してください。卑劣のシンデレラ、暴力の赤ずきん。私たちの前に立つ愚か者は誰？素晴らしい、たまりません。そのまま踊り続けてください。睡眠のイバラ姫、虚妄のグレーテル。この世界に会えたなら全てを消してしまいましょう。この世界においてただというものはございません。飛躍に酔うかぐや姫、依存に溺れるピノキオ。この世界には価値があるの？暗くよどんだ闇の中で腐朽が広がる。何かが動いている。何かをつぶやいている。あれはこの世界の呪いを。あれはあなた様が倒すべきです。何も見ていない。血を吸って濁った刃、耳障りな疑心と暗鬼の声が溶けきらないうちに、その獣は悲しい声で笑い始めた。そのナイトメアは叫びながら灰のように消えていった。それはもう気づいているんだろう。気づいているんですよ。あれは私の服。それは私の声。これは僕の武器。ただで欲望を満たすことなのに、愛情、愛情、愛情なのです。自らが支払うべき呪縛、その現実をアリスたちは静かに見つめている。